技師長の名は杉本瑠香。彼女はこの映写室で一日の大半を過ごし、この古い映画館に住んでいた。宮瀬圭介です。よろしくお願いします。支配人さんに三つの約束させられたの。技師長との恋愛禁止、技師長は月曜日になるとナーバスになるから干渉しないこと、三つ目、技師長の過去について質問してはいけない。3年間も閉じこもってるってすげえ気になるんだけど。ルカは自分の胸に傷をつけたんだって。優しいっていいことばっかりじゃないよね。俺のこと傷つけるならお前も傷つかないといけない。君の過去にどんな苦しみがあるのか。殺してしまうかもしれない。ケイスケ、自分が傷つくのが怖いからそう信じることができない。もう二度とここから離れないって決めたの。君が外の世界から吹き込む風になってくれたらなって。俺が必ず守りますから。その涙もその運命も僕が必ず受け止める。シグナル月曜日のルカ。